おお。おはようございます。マイナス4度まで下がってます。 FF ヒーターの音はこれくらいの大きさです。そして今朝起きてお米に火を入れました。おはようございます。おはようございます。昨日は寝れましたか？はい、快適でした。朝もゆったり過ごせるしね。うん、片付けも少ないしね。痛くなかった？痛くない。体、うん、よかったです。快適すぎるね。快適だよね、うん。鮭を焼いていく。そしてお味噌汁を作ってくれている。たっぷりめのお味噌汁食べます2人で。昨日のアヒージョの汁のところに鮭を入れました。なんかおしゃれになりました。わあ、美味しそう。コシヒカリ。美味しそう。寄せます。はい。くっついちゃう。いい、このまま。うん。ビデオ。美味しそう。美味しそう。今日は。なんと納豆を食べます。最高こういう納豆初めて買ったね。美味しそう。美味しそうだね。豆腐とおネギのお味噌汁。うわー、はい、どうぞ。ありがとう。うん、いただきます。いただきます。お味噌汁から、ね、いただきます。あ、おいしい、うん、薄くない。うん、ちょうどいい。あ、おいしいね。うん、納豆の前にまずはこの朝食だ。うん、おいしい。うん、酒もおいしい。うん、うん、納豆行ってみる。うん、うわ、あ、なるほどね、こういう感じです。はい、じゃあこのままダイレクト。いや、野良納豆タレとからしもついてます、うん。
からしつける派？うん、大好き。オッケー。美味しい。美味しい。うん。納豆いただきます。おいちいよ。おいちい、うん、よく混ぜる派です。お、小粒なんだね。うん、日本の食べ物ね。おお。こんなもんかしら。うん。じゃあいただきます。うん。おいしい？うんうん。美味しい、いただきました。茨城にセイコーマートいっぱいあるんですけど、私北海道感が薄れるからあんまり行かないようにしてるんですけど、友達がまだ行ったことないということで初セイコーマートに行きました。アイス買っちゃった。すごいアイス豊富だったね。種類ね、美味しいやついっぱいあるんです、うん、あとこの前丸七さんが教えてくれたスープカレーをおすすめしたら買ってくれてます。楽しみマジでうまいよ本当、うん、なんか再現度高いスープカレーの、そうか、まずスープカレー食べたことないからあれだねじゃあそっから入ることになる。そっから入るしかない。あら、うん、あ、濃厚そうじゃない？うん、うまい、うん、わぁ、うまこれ。いただきます。めっちゃ冷た。楽しかったね。楽しかった。
どね。あっという間に帰ってきました。じゃあ安全運転で帰りたいと思います。はい、バイバイ。